こんにちは、ダイスです。今回は最強エンペルトの攻略としてガラル姿のヤドキング、ガラルヤドキングで疑似ワンパンをする方法をまとめていこうと思います。最強エンペルトをまだ攻略してなかったっていう方で、エルレイドの攻略だとちょっとやりづらいっていう方にはこちらもおすすめになりますので、試してみていただければと思います。それでは早速やり方です。まず前提としてソロで攻略するための情報になりますので、このやり方はマルチプレイだとちょっと向かないので気をつけてください。また NPC ポケモンに威嚇がいると成立しないので、威嚇がいるときには逃げるをするようにしてください。そしてやり方なんですけど、まず立ち回りからご紹介すると、一番最初にスキルスワップをかけるんですが、タイミングによってちょっとうまくいかなくなったりするので、タイミングのお話を先にします。タイミングはスキルスワップはエンペルトのトに時間が差し掛かった時にかけます。でこのタイミングでかけることで後でめんどくさくないようになりますので、そこまではちょっと我慢をしてください。そして次アシッドボム、アシッドボムはできるだけかけられるだけかけて、その後倒れるようにします。倒れて戻ってきたら瞑想6でアシッドボム残っている分最大まで上がるようにをちゃんとして、で最後はイケドンっていう感じです。で条件としては、こんな感じで Y ボタンで見れるようになってますので、アシッドボムが最大かどうか、あと戻った時に瞑想が6回最大まで触れてるかどうかというところの確認も今回は必要になるので、ゆっくりで大丈夫なので都度やるようにしましょう。で最後はテラスタルしてからイケイケどんどんかけてアシストパワーです。イケイケどんどんかけないと若干残ったりもするので、かけた方がいいと思います。また HP 回復は今回ヤドキング持っていないので、癒しのエールで回復です。ただ戻ってきた後にすぐ瞑想をちゃんと積んでいければ、そんなに回復はシビアではなくできますので、都度危ないなって思った時に回復で間に合います。はい、ということでまず都のところまで来たのでやっていきましょう。都でかける位置なんですけど、縦のところですね、縦棒のとこと同じぐらいに下のこのオレンジ色の時間のラインが来たらかけていきます。これぐらいのタイミングです。こんな感じでかけると、かけたターンにのみエンペルトは攻撃をかけてくるので、こんな感じで一度かかる、でスキルスワップができる、で勝ち気のもの と、今回マイペース使ってるね、マイペースとの特性が入れ替わるという風になります。はい、そうするとバリアがでちょうど貼られるタイミングになってます。バリア前にギリギリで貼ってっていうのをしたいので、との縦棒のところを選んでやってください。でその後です、今残ってる HP 分だけヤドキングはアシッドボム打てるようになってるので、アシッドボムを打ってください。これ1回かかるか2回かかるかぐらいだと思います。3回できてればまあいいんですけど、3回じゃなくても大丈夫なので、1回か2回入るようになっているこのアシッドボムを打っていきましょう。私これ2回ですね。でね、やった感じ何回かしたんですけど、だいたい2回かかるんじゃないかなという風になってます。これやり方海外の方もやっていて、見てて思ったんですけど、多分なんですけど、倒れた後戻ってきたら必ず瞑想6回積んで、で最後にアシッドボムをする方が安定するので、こっちの方がいいかなというやり方でご紹介してる感じです。はい、戻ってきました。これで戻ってきたらエンペルト側の特防あと1回残ってますよね。まあ、PP の数で見てもいいんですけど、 Y ボタンで見た方が確実なので、 Y で見るようにするのがおすすめです。ちなみに戻ってきたヤドキングはマイペースの特性になっています。でエンペルトは、マイペースと勝ち気を変えたのでマイペースのままになっているという風な状態です。これで戻ってきて瞑想を積んでいくと、まあ、勝ち気自体も特性としては使ってないので、エンペルトは能力値が上昇してるところがなくて、アシッドボムの分だけ下がってる状態で、でヤドキングは瞑想をかけることで特防と特攻が上がっていくようになってます。でここでステータスの書き消しが入るんですけど、気にせず瞑想は6回
マックスで積めるように積んでいってください。なんでね、消える前にかけちゃってるかっていうと、かけないで待っててみたんですけど、待ってるとねちょっとずれるんですよね。タイミングがなんかずれちゃうので、消えたらまたそこから6回っていうやり方で大丈夫です。はい、今ね1回になりましたね。さっき消えてたので、で今回はね光の壁分もあるのでちょっと楽にできるようになってます。で今回エンペルト戦に、ガラルヤドキングで行くときに、いてくれると楽な NPC はもちろん威嚇はダメなんですけど、ハラバリーか、あとサーナイトか、今回はですねケンイチくんのオリーバー、この3体はいるとやったんですけど楽でした。なので3体いるときが一番楽かなという感じです。まあ、威嚇がいないパターンだと大体何か1匹一緒だったりすることが多いので、多分ね引けるんじゃないかなと思います。私も今回これ動画撮るとき一発で出てきてくれてますね。まあ、こんな感じで周りの子たちが何か能力値を下げる技をかけたとしても、勝ち気がねマイペースに変わってるんで、エンペルト自体は特攻の上昇が絶対にないので大丈夫という風になってます。はい、これでアシッドボムが、今3回かかってましたよね。3回かかったのでテラスタルができるようになってます。アシッドボム何回かかってるか分かんなくなったって言ったら、テラスタルできたら大体3回かかってる状態になってるはずなんですけど、一応確認立てはすることがいいかなと思います。はい、で瞑想もですねもう積んである状態が続いているのでかなりですね楽です。はい、私ね途中でアシッドボム入れちゃったんですけど、こんな感じで瞑想6回積んでから足棒でも全然構いません。これであと2回で、こっちはもう特防下がってる状態ですね。あと2回瞑想です。で HP 見てもらうと分かるんですけど、瞑想かけると特防上がっていくのでちょっとずつ入りづらくなってるんですよね。なんで HP 自体はまだ大丈夫かなという感じなんですが、一応ねやってみた感じだと大体ですね瞑想かけてると赤ラインまで行っちゃうんですよ。行って結構不安になるので、最後イケイケどんどんする前に、もしだったらなんですけど、癒しのエール入れてあげた方がいいと思います。基本的にはもう使ってもね全然大丈夫です。なんでかっていうと、バリアが割れてないのでエンペルトの、周りにかけるステータス効果のかき消しが入らないんですよね。なのでねかけてもらってちょっとだけ回復させるっていうのでも大丈夫です。という感じで私は癒しのエールも入れちゃいました。でアシストパワーをかける前には必ずイケイケどんどんをやっておいた方がいいので、イケイケどんどんをかけてあげます。はい、これでかけられました。この状態で次のターンでアシストパワーをかけて疑似ワンパンが完成という風になります。はい、イケドンをかけなくて若干残った回もあったので、イケイケドンドンはかけてからがいいと思います。以上、やり方でした。何回かやってみて結構ね安定してるんですけど、時間だけねちょっとねギリギリまでなっちゃうんですけど、このやり方で、まだねエルレードでちょっと倒せなかったなっていう方は、こっちの方法もありますので試してみてください。ガラルヤドキングは今作だと青の円盤のフィールド部隊にいるので、入手はそちらでという感じになります。はい、以上ガラルヤドキングでの倒し方でした。一応ですねこの後どんな感じで育成したのかっていうのをご紹介しようかなと思います。ね、今作で作るときに15個ガラルヤドキングの場合は、ガラナツの枝が必要になるので、一応ねまだ集められてないなって方は、集めるっていう手間もかかっちゃうんですけど、ポケモンホームから移動できるよっていう方は移動した子で作るのが楽かなという感じです。使った子はテラスタイプはエスパーで隠密マント持ちで、4つの技はこちらです。全部フルで4つの技使うので入れてください。 PP はね上げてないです。で努力値は特攻特防252で HP24
っていう方なので、他のレイドでも使えるようになってるんじゃないかと思います。はい、という感じです。以上、ガラルヤドキングで最強エンペルトを倒す方法についてをまとめてみました。よかったらチャンネルのご登録、高評価、コメントよろしくお願いします。最後までご視聴いただきありがとうございました。それではまた。 See you!